それでは投票結果、柴田と絡むべきか、はいが 32%、 絡まないでほしいが 68%、 我々レペゼンフォックス、2022年をもって柴田と絡むことを引退します。お、今まで柴田とレペゼンの絡みが面白かったって思ってたお客さん、申し訳ありません。もうその絡みは僕から振っても向こうが帰ってこないようなので、一方通行なので、その絡みを再現することもできないです。ということで柴田さん、お別れです。もう二度と LINE も送ることもありませんし、 Twitter で名前挙げることもありません。マシは生配信で触れることもありませんし、柴田っていう言葉を禁止ワードに設定いたします。ありがとうございます。乾杯乾杯しようよ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。